ウィッセーどうもちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。40秒スピードラン、美しい草原を添えてやっていきたいと思います。スタート。これ一回帰ってくるのか、大変そうだな。オッケー、綺麗に抜けていく。これは走りっぱなしからのしゃがみしゃがみ、あぶねえ。右に繋がってるかな。ほいほいほい、オッケー、綺麗、いいよ。しゃがみくる、踏んどいて、オッケー、オッケー、ドア入る。最初に帰ってくる、くる。オッケー、いなーうん、ナイス、抜けてきた。オッケー、2周目ですよ。はい、オッケー。これ大変だな。オッケー、全然しゃべれん。ほい、オッケー。で、しゃがみくるん入れて、クリボー上抜けて、あー、これ行くのどっちなんだろう。こっちか。あーね、そういうことか。鍵取ってからここな行かなきゃいけないのか。おー、間に合ったー。はい、です。詳しく見るを押して全体像を見てみると隠し要素があります。これかな？ルイージとマリオがサンクスって言ってるやつかな？ドット絵描くのも大変だったろうな。これはまた面白そうなコース。え、困惑&絶望。ドッスンをかわさなきゃいけないんですけど、もう開幕からドッスン降ってきそうなんですよね。あ、隠しブロックがあって、妨害、ドッスンの邪魔をできるわけではないんだ。え、わからん。わからん、これは。まあ、左にも隠しブロックはない。じゃあ、ドッスンとドッスンの間？その後走っていけないか、無理か。これ地獄だろ。おい、これ地獄だな、やべえな。これでもね、こういう生き方もあると思うんだ。どやー、これもう今全自動状態、俺コントローラー持ってません。これでゴールの方でブロックで調整されてなければ俺の勝ちは確定してる。勝ったな、これは。やったー、ズルしてゴール。いや、これ、ドッスンとドッスンの間で挟まってやっていくのは、ちょっと辛いよな。できなくはないよ。できなくはないけど、マリオメーカープレイヤーみんなこうやってクリアすると思う。いやー、爽快。気持ちいい。裏ルートクリアみたいなやつするとめっちゃ気持ちいいよな。緩急がすごい。初見殺し満載コース。クリア者なしでーす。いきまーす。ほっ。これ被っていっちゃダメだったかな。さあ、初見殺し、土管だったら大丈夫、反応できると思う。しゃがむ、オッケー、いいよ。こういうこと？あ、違う！耐えていく。あー、メット残してればいけるのか。オッケー。ん？進めねえ。これはどういうことだ？お、これでいいのかな？オフ切り替わります？これ。オッケー。これ多分ね、メット被っていかなきゃいけないタイプだと思うんだよね。オッケー、パウ投げ。あ、なるほど。これね、ちょっとゆっくりやんないとダメだね。え、これキノコ取っちゃいけないパターンじゃないかな。あーあ、いや、大丈夫だ。生きるわ。もうできるわ。これは大変なことになったな。さあ、取られていく。落ち火になってしまう。壁キックと、おー、なんだなんだ、こいつ。一回時間。え？これいけなくはないけど。はっ！めっちゃむずい、これは。このキノコを冷静にかわすじゃん。これで多分やりやすくなると思うんだけどな。どうかな。とりあえず、このメットキープでいきたいっすね。
いや、サッカーを捉えた。速攻捉えた。うわあ、やべ。素晴らしい。素晴らしい。これでどうだ。ほんで、これで、オッケー。デカ状態じゃない。メット状態キープで来る。ほっ。ノーミス。いいよ。土管入っていく。素晴らしい。来るな。これは一回待ちだな。オッケー。相模来るんでしょ。これは食らっていっても投げていってもいいのか。投げてみた。全部ぶっ倒してもらって。これ、バブル倒せましたよね、確か。そうだよね。オッケー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 。メット被ってきた時の恩恵半端ねえな。で、これを持っていきます。持っていって、赤コインがあるのか。あー、位置的にわかんねえな。これどれくらい右に飛べばいいかわかんないから。あー、生き残れなかった。こんな？あー、取れなかったな。赤コイン取ってからどうだろうな。まあ、でも今の感じで、うーわいけたわ。へー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 。こういうこと？あー、でも赤コイン取れなかったな。オッケー、上に行く。うん。こうだな。あ、やべえ、いけねえんだ。赤コイン全部取ってこなきゃ。問題はここだな。この赤コインが、一発で取れないと絶対無理。ほっ、あー、しまったー。強制的にここに行っちゃえば、え、これさ、取れるよな。なあ、取れるよな。オッケーだな。で、こうして、こうと。このパウが必要かどうかだな。わかんねえ。うわー、やめちくれー。おー、生き残った。あ、これ落ち、落ちるパターンだな。オッケー、パウ投げて、スネーク、スネーク？あ、逆だー！し、あー、しまった！青い方乗ってなきゃダメじゃん！バカ！ちょっと緑ゆっくり乗っといて、これでの？噛み合わないかな、これで。オッケー、バッチリでーす。からの、うわ、むずいよ、ここ、危ねえ。これ、そのまま降りて大丈夫だ。勢いつけて右。危ねえ。届くかな、これ。うわ、届かねえ。勢いが必要だ。ブランコクレーンの勢いを利用していく。OK、いけたー。からの、このテレサはなんだ？ゴール見たぞ。待ってね、テレサぶっ倒します。え！倒せなかったっけ？しまった。こうかな？あ、行っちゃった！あー！あー！いやー、マジか。これもうどうしようもねえな。P 踏みます。P 入ります。あれ？ここはそんなに難しくないかも。あ！危ねえ！入ります。これは被ろうかな。被る？かわす。近づいてれば大丈夫。オッケー、踏みます。チビ状態はかわさなきゃダメだ。はい。はい。はい。お、吹いてきた。ふい。ちょっとノーダメージで言っておきたいよな。お、あ、どっか行った！帰ってきて！ちょっと待って！おい、戦えねえぞ！おい、帰ってこい！あ、積んだダメなんだ、あいつ帰ってこれねえんだ。これ、運ゲーにしないために、クッパジュニアが復活したらすぐ踏みに行きます。ここで踏みます。オッケー。メット取られちゃったけどなぁ。何かが絶対あるんだろ。あったわ！あー、そういうこと。今のドッスンのところのギミック抜けば多分ゴールだと思うんで、あとはもうゴールするだけですね。いやー、時間かかったなー。久々にロングアクションコースやったわ。スピランチックだけど、アクションコースだね、これね。結構スピランが多かったからな、最近。こりゃ大変だ。さあ、ここまでメット持ってこれてます。で、この後だね。この後が本当に難しい。これメット被っていけるといけないで、この後の成功率だいぶ変わってくるんで、ここの張り抜けね。これ綺麗に決めたら熱い。いきます。あー、ダメだった。一応、失敗しても、ダメではないんだよね。まだ可能性は残ってます。ただどうしても失敗してしまう要素が。結構被弾要素が多いコースだからさ。でも、
行けなくはないんで頑張ってみたいと思います。即蹴りで OK、 即蹴りで OK、 綺麗に倒してくれる。たまに倒せない。しゃがみながらくるんで一緒に抜けて、一回壁キック入れとくと確実に降りれて、これはかぶりたいけど持っていくボーラー。どう頑張ってもここのコインはね、多分これないと取れないと思うんだよね。ここ OK、 ここが抜けれたら別にメットもうなくても大丈夫と思う。赤コイン取って、ここ乗っといて大砲待ちして OK でしょ。 OKOK でこのパウはいらない。で即ジャンプくるん、オッケー。でちょっと様子見てから降りてパウナー投げ、4番目のスネークブロックのとこにストーンって落ちれば多分綺麗に切るようになってる。これはオッケーオッケーオッケー、はいはいはい、スネークブロック、そしてここをメットかぶってやりたいんだー、いつもはね。オッケーオッケー、いけました。勢いで飛んでいく。サイダークルーン入れといて、はい12、何もボタン押さないで P 押して入ります。で地味に難しいんでここ集中よし。でメットを遅くかぶって踏みに行きます。 OK、 で即踏みに行きます。あぶねえ、これメットかぶってきたら絶対勝ちなんだよね。踏みに行きます。 OK、 やったー。これノーダメージでクリアしたい。ここうまーい、バイバーイ、ゴール、やったー。うわー、やりましたね、世界初クリアでした。いや、難かったこのコース、ありがとうございました、楽しかった。